うわー、たまらんですよ。はい、皆さんこんにちは、タートルです。下腹引っ込めたくて腹筋やレッグレイズやってるのに全くお腹は引っ込んできません。そういった方におすすめなやり方を紹介します。ポイントは呼吸とメニューです。今回は下腹の腹筋を使うメニューの中でも厳選された3種目全部たった5回で終わります。しっかりこの5回を動きのスピード、呼吸を意識しながらペースを合わせて行うことで1回でもウエストは 2,3 センチ締まります。今日も一歩前進しましょう。意識すべき点は腰を床につける。ここで息を吸って吐きながらずっと動き続けることがポイントです。足を上げるときに力がいるのに、このときに息を吸ってしまうとお腹の筋肉は緩みます。息を吐くときに締まりますので、止まったときに息を吸って動いているときは吐き続けてください。ペースは見ながら5回やっていきましょう。私も呼吸を意識しますので喋りません。見ながら真似してください。それではいきます。スタート。OK です。2種目目は膝を抱えて息を吸います。吐きながら手足万歳。また吐きながら戻ってここで息を吸います。とにかく呼吸を意識してください。5回いきましょう。いきます。OK です。ラストは足を伸ばして起き上がって息を吐きます。戻ったら吸います。ラスト5回いきましょう。スタート。聞いた。お疲れ様でした。3種目たったの5回でした。これが同じペースでできなかったよっていう人は、腹筋が弱かったり腰を丸めるのが苦手だったり、息を吐く腹横筋が弱かったりするので、これを動画を見ながらね、同じペースでちゃんと息も同じだけ長さ吐くようにできてくると、お腹は確実に引っ込んできます。頑張ってやったよって方、できたできなかったっていうのはコメントでシェアしてください。今回もご視聴ありがとうございました。